ははい皆さんこんこにちはバイイイトサイズ,ジャパニーズのレイラです今日はね日本の学校の校則校則は学校のルールですね。これについてちょっとお話ししたいと思います。まあ日本の学校は結構厳しいと思うんですよね。結構ルールがたくさんあって。 私が行っていた中学校とか高校とかもうルールがすごく厳しくてみんな制服を着ているのでもう生徒がみんな同じに見えるんですよね。そんな感じの学校に行っていました。女子のルールで、まあ、一番よくあるのはスカートの長さだと思います。高校生 中学生はみんな短いスカートが好きですよねだからみんなスカートをお腹のところで、まあ、こうやって折ってくるくるくるって巻いて短くするんですけどそれはよく先生に怒られましただから学校の門のところに先生がいつも 立っていてでスカートが短い女の子がいたら「ちょっとスカート戻して」って怒るみたいなね。あとは私の学校では、まあ、メイクとかピアスとかネイル爪のおしゃれマニキュアかなとかアクセサリーとか全部ダメでしたね。 まあ確かにメイクをすごく頑張ったら時間もなくなるしお金もかかるし、まあ、確かにそうだけど、まあ、ちょっと厳しいかな。でよく有名なのは日本だったら髪が黒じゃない生徒は黒に 「染めなさい」って染染めめるなさいって言われるとか「パーマはダメ」とかねよく言いますよね。でも私が行っていた学校では先生はパーマとか髪の色については結構優しかったです。 ね、ちゃんと生徒のことを分かってくれる先生が多かったですでもお父さんにこの話をしたらお父さんはあのパーマね髪がくるくるカーリーなんですけど、まあ、お父さんが若い時はお父さんが中学校に行った時は先生にあの髪をストレートに しなさいって言われたって言っていました、うん、やばいですよねそこで多分確かお父さんのお母さんがめっちゃ怒ってあのお母さんも、ね、髪がくるくるのパーマですだからお母さんが学校に行って「私の髪を見なさい」ってこれは血なんだ血っていうのは、まあ、DNA というか。 親と子供のつながり、これを血ブラッドってよく言いますね。これは血なんだからね、ストレートにする必要はないってお母さんがあの学校の先生に怒ったらしいです。うん、まあね結構日本の学校って厳しいなと思います。結構私もなんかしんどかったです。 やっぱり先生が生徒一人一人のことをしっかりちゃんと見てくれているかといったらあんまりそうでもない感じがして結構冷たたいいい意地悪な先生ととかよくいたと思います私の、まあ、個人的な経験なんですけど、まあ、結構 小学校の先生にすごく私はイライララししていました小学校の先生って多分すごく大変で子どもたち30人を一度に世話をしないといけないから大変だと思うんですけど結構先生の気分によって言うことが変わるみたいななんかまあ先生が例えば。 田中ちゃんを怒ったで山田くんが田中ちゃんと同じことをしても田中くんのことは怒らないみたいなそういうなんだろう,う本当に先生が好きな子には優しくするであまり好きじゃない子には厳しいみたいなもうそういう先生が多かったです。うん、結構しんんどかったななという感じなんですが まあ今日もたくさん話したのでそろそろ終わりにしたいと思いますよかったら皆さんも面白い学校のルールとかコメントで教えてくださいじゃあいつもポッドキャスト聞いてくれてありがとうございますよかったら明日もまた聞いてくださいねじゃあまたねバイバイ皆さん いつもポッドキャストを聞いいててくれてありがとうございますもしこのポッドキャストが気に入ったらレビューを残してくれるとすっごく嬉しいです皆さんのレビューのおかげでもっと成長することができるのでぜひよろしくお願いしますそしてもしトランスクリプトが読みたかったら p a y t r e のメンバーになってください。フリガナ付きの PDF のトランスクリプトもあるし普通のふりがななしのトランスクリプトも用意していますそしてこれから日本時間の水曜日9時半から毎週 YouTube でライブをしようと思っています、えー、よかったら遊びに来てくださいそしてそして最後に p a t r e o n でこのショー 私をサポートしててくれている人本当に本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこのショーを続けることができるしあの頑張ることができるしあの本当にとても幸せになります。本当にありがとうございますじゃあまた明日ねいつもエピソードを投稿しているので明日会いましょう。バイバイ。